小幡茶臼山古墳は愛知県名古屋市森山区にある古墳。地元では単に茶臼山古墳と呼ぶ。小幡が原周辺に点在した小幡古墳群の一つで前方公園墳。私有地であったこともあって1960年代には前方部が土取と愛知県立緑が丘商業高等学校への 通学路改作で失われており、公園部の一部が残されているものの近年も建物が建てられるなど開発が進んだため、紛糾はかつての姿を止めておらず一見すると単なる崖にしか見えない。なお、大正時代に洞窟された記録が残されている。1960年の測量調査では、全長63メートル、公園部計40メートル、 前方部幅35メートルなどとされた。1988年から翌1989年にかけての発掘調査時の残存部最速量では、公園部計32メートル、集合幅6メートルなどの数値が示されている。また、この調査時に公園部の南東側で横穴式石室と複数の出土品が発掘され、これによって、 古墳の主軸が東方55度を向いていることや、くびれぶ南側に作り出しが残存していたことも確認された。出土品は名古屋市三原市大高校資料館に収蔵されている。なお、大正時代にあった洞窟の際に金ピカものが見つかったという話が伝わっているが、詳細は不明である。ありがとうございます。